バンズオールドスクールマリンブルーシューズバンズはカリフォルニア州コスタメサに本拠を置く VF コーポレーションが所有するスケートボードの靴及び関連アパレルのアメリカメーカーサーフスノーボード BMX モトクロスチームのスポンサーにもなっている1996年以来毎年行われているバンズワープドツアー旅行ロックフェスティバルの主要スポンサーでもある 1944年、ポール・バンドレンは14歳の時に学校が好きではないことに気づき中学校を辞めた。彼は馬に強い情熱を持っており、彼がニックネーム、ダッチザ・クラッチを獲得したレーストラックへの道を見つけた。ポールの母親レナは、ポールが仕事をせずに学校に行かないという考えを享受していなかったので、彼女は彼が 米国の靴製造業者であるランディーズに仕事を得ると主張した。ポールの仕事は床を掃除して靴を作ることで、ポールは最終的にはしごを登り、三十四歳で副社長になり、ランディーズは米国で最大の靴製造会社の一つになった。ファンドレンがマサチューセッツ州ですぐに成功したことから、カリフォルニア州ガーデングローブにある失敗したランディース工場の代償として、 毎月100万ドル近く失うことになる。ポールと彼の兄弟ジムは彼らの家族を動かし、工場を助けるためにアナハイムに定住した。ガーデングローブに入ってからわずか8ヶ月後、その工場はマサチューセッツ州の工場よりもうまく機能した。ガーデングローブの工場を設立しようとしてから3ヶ月後、ポールは自分の靴ブランドを始めたいと考えた。 1966年3月16日、カリフォルニア州アナハイムの704イースト、ブロードウェイで、兄弟であるポールとジェームズ及び、ゴードン・シーリーが、ザ・ファンドレン・ラバー・カンパニーの名前で、最初のバンズストアをオープンした。事業は靴を製造し、それらを直接一般に販売した。その初日の朝に、12人の顧客が、バンズデッキシューズを購入。これは現在、 オーセンティックとして知られている。バンズスケートボードのロゴのオリジナルバージョンは1970年代にカリフォルニアのコスタメサで13歳の時にマークファンドレンによってデザインされた。当時の社長兼共同所有者であったジェームズの息子であるマークは自身のスケートボードにスプレー塗装するためのステンシルとしてロゴをデザインした。初期のバンズのスケートボードシューズスタイル95の ヒールタブで最初に紹介されたこのオリジナルのバンズスケートボードのロゴはバンズの歴史の重要な部分である。バンズはスポンサーと支えてきたワープツアーを1996年以来2017年に戻ってツアーはファンに彼らが予約するべきである行為を要求する調査を完了するように頼む新しい要素を取っている。バンズワープドツアーの創設者であるケビン・ライマンは 2018年の23回目の分割払いが最後になると発表した。スケートボードで使用中のバンズの靴最初のスケートパークは1998年にアウトレッツ・オブ・オレンジにオープンした。2万平方フィート屋内通りコース、12フィートコンビプール、深くアマチュア、ミニランプ、屋外ストリートコース、アーケードのためのエリア、 公園は2009年にアップデートされた。同社は2010年に一般公開された最初のスケートパークをカリフォルニア州ハンティントンビーチに建設した。それは17,500平方フート含みます17,500平方フートスケートボールと2万5,000平方フートスケートプラザ公園の42,500平方フィートは42,500平方フィートそして バンズは20年間のリースのために年2年1ベイドルを支払う。ロンドンのスケートパーク、ハウス・オブ・バンズと呼ばれるオールドビッグトンネルにもある。1982年に登場する映画、ファスト・タイムズ・アット、リジモント・ハイのサーファーであるジェフス・ピコリは映画の至るところで、またポスターの中でもバンズチェッカード・スリップ・オンスを目立つようにつけている。ありがとうございます。